トリーホールとは、株式会社トリービルが運営している、大阪市中央区千日前にある、上方ビルの4階にあった劇場。1991年に設立。収容100名ほどの小劇場で、落語、講談、演劇、音楽ができる、フリースペースだった。現在のオーナー、トリー学とも名乗るの祖父、トリー哲二郎が、明治時代に現在地に建てた。 西麻杉野という歌詞席屋が発祥。鉄次郎は名古屋出身で着物の行商で大阪に進出し成功を収めた人物であった。鉄次郎は1924年に死去したが妻の政が財を成し、松竹の養成で天神橋筋五丁目にあった劇場、大阪座のオーナーになった。後に大阪大空襲により西麻杉野は消失するが、大阪座は無事であった。 戦後、同じ苦戦下を逃れた歌舞伎座や、松竹座が営業を続けていたが、役者の泊まる場所がなかったため、松竹の要請で西間杉沼の跡地に、旅館、情報をオープンさせた。以後この旅館は、道頓堀小座で活躍する役者や話家御用達の宿となり、八代目、松本幸四郎や三空ひばり、小形健など、多くの著名人が利用した。旅館、情報は、 鳥居の両親の死後、1989年に廃業となったが、当時震災橋の大丸百貨店の社員だった。鳥居学は、桂米長や古今亭新長、吉村祐樹から、若手芸人の研鑽の場が欲しいと壊れ、1991年4月、旅館跡地を情報ビルというテナントビルに建て替え、その4階に鳥居ホールを設立。2009年には1階下の3階に、 特特亭がオープン。伝統芸能の若手の育成の場として利用されていたが、2014年5月に一旦閉鎖。客席数を50から70に増やし、1000日亭と名を変えて、同年8月25日にリニューアルをオープンした。その後、情報落語の定席、天馬天神繁盛亭がオープンするなどして、一定の役割を終えたと、判断。 2019年11月に2020年3月での閉館を決めた。2019年12月から5日間連続のさよならト鳥ホール公演が行われるなどして、当初は3月の閉館までさよなら公演が予定されていたが、新型コロナウイルス感染予防のため3月に予定されていたほとんどの演劇、演芸公演、そして3月28日に予定されていたファイナル公演。 ありがとう、鳥居ーホール。さいなら、鳥居ーホールは中止となった。閉館後は改装し、ホール代表の鳥居広正が住職を務める、新温州、千日山広正寺の本堂となっている。収容人数は約100人。内部の設計は、桂米長が担当した。メインのイベントとして、米長の長男である、桂米玉治が中心となって構成される。 トリ寄せを毎月1日に行っていた。また、1972年から続いている、島の内寄せが2011年に同地に移転して、月1回開催していたほか、若手落語家の修練の場としても機能していた。古今亭新町は生前、大阪ではここでのみ、独演会を開いており、彼の落語を聞きに、若手落語家が毎回30人ほど集まっていた。 落語の他にも、講談や浪曲、演劇など様々な催し物を行っていた。松竹の若手芸人の漫才の会も行われており、養成所時代のオセロや、増田岡田が出演していた。鳥居寄せ島の内寄せ鳥居講談席。ありがとうございます。